おはようございます。1月11日木曜日、現在の時刻が午後2時半を回ったところです。今お昼休憩明けです。お昼ご飯食べてました。1時間ぐらい休憩してたんですかね。だいぶね、仕事が続いて体が疲れ切っておりましたので、ニンニクを摂取しようということで、後楽園さんの方でスタミナラーメンというものを食べてました。かなりニンニク入ってまして、これで元気が出たはずなんで撮影してみようかと思います。なりました。2時52分なってくれました。マクドナルド船橋日大前店さんです。2時52分ということで、再開してから22分待ちです。追加オファー、はい、ありがとうございます。お預かりします。3時8分、追加オファーも受けて1店舗ダブルの形になったマクドナルドさんの配達完了しました。報酬が2件運んで494円、1件平均250円にも満たないという感じなんですが、どちらもドロップ近かったんで、まあしょうがないかなっていう感じです。まあとりあえずね、撮影開始してからいきなり軽い報酬からスタートしておりますが、今日はね、ここまですでに売り上げ1万円超えております。日付が変わってから。次は7、8分間が空いたところで出前館が呼んでくれました。某ケンタッキーフライドチキンさんです。はい、ありがとうございます。お預かりします。ピックアップ完了しました。お届け先は習志野台方面です。で、今日の撮影前にすでに売上1万円に到達しているという話先ほどしたんですが、内訳が出前館が4件で約3700円、 Uber Eats の方が12件で7100円ちょっとということで、まあ合わせると1万800円ぐらいになってるのかな。はい、でかかった時間がですね、今日の朝は9時にスタートして1時半に休憩ということで、4時間半プラスアルファ1時間の5時間半で達成という形です。行っちゃおうか。お次です。配達完了してすぐに出前館が鳴ってくれました。呼んでくれたのは某陳来さんです。で、今日の売上1万円の到達時間プラスアルファ1時間ってなんだよっていう話なんですが、はい、一応ね、売上の集計日付変わってからと考えて今言ってたもので、昨日のね、日付変わって0時から1時まで1時間稼働して、そこで配達した分も合わせると1万円という形です。チャーハンと餃子、はい、はい、お願いします。ありがとうございます。お預かりします。3時50分、陳来さんの配達完了しました。で、今日のね、日付変わって0時から1時間何の配達してたのかと言われますとですね、当然出前館ですね。1月10日から営業時間1時間拡大されました我が地元ということで、早速0時から1時まで今までより1時間増えた分を昨日というか、まあ今朝というか試してみた、そんな感じです。果たしてどんな結果になったのかということで、とりあえず録画してありますんで、それこの先挟んでみようかと思います。では、はい、おはようございます。日付が変わって0時11分ですね。今呼ばれてます。出前館です。某吉野家さん、こんばんは。出前館できました。はい、ピックアップ完了しました。というわけで、我が地元出前館1時間の営業時間拡大、多分今日からしてるはずなんですけど、昨日の0時回ったところじゃなくて、今日の今の0時回ったところからスタートなんじゃないかなと思うんですが、何しても1時間営業拡大、営業時間拡大して午前1時まで出前館がやってるということで、試しに0時に出前オンしてみたんですけども、ならないだろうなと思ったらあっさりなってくれましたね。0時6分に今ピックアップした吉野家さんが呼んでくれました。そして結構な高額報酬、1300円超えのオファーが出ております。さあ、
時刻間もなく1時になります。さすがになりませんね。元から我が地元の出前館のなりこんなもんといえばこんなもんなのかもしれませんし、まあまだね営業時間が1時間伸びたことをお客様の方には、そんなに広まってない浸透してないだけかもしれませんが、まあとりあえず今日はここまでですね。何にしても1回鳴ってくれてわずか配達時間10分ちょっとだったんですけども1300円超えの報酬ということで、鳴ってさえくれればもしかして報酬は期待できるのかもしれません。とりあえず初日報告以上です。こんにちは、Uberです。はい、九州。はい、時間が元に戻りました。現在の時刻が4時8分です。4時2分になってくれたのがマクドナルド北習志野駅店さん、ウーバーイーツですね。ピックアップ完了してお届け先の芝山の方に向かっているところです。というわけでね、昨日0時から1時まで出前館営業時間拡大したところを配達してみたんですが、結果としてはわずか1件しかなってくれず、ただ報酬はそれなりに高額が飛んできてくれたということですね。まあまだまだこれからですかね、浸透していくのはという感じで、まあ今ね新宿とかの方では3時まで営業時間拡大しているということみたいなんで、機会があればそっちのエリアとかも試してみようかなというふうには思ってます。お、なってくれた。なんだ結構高いぞ。言うほど高くない。船橋の方まで行かされる8キロ41分1275円のダブル、まあでもあれか1800円換算の時給ちょっとにはなるのか。行っちゃいましょうか。4時14分マクドナルドさんの配達完了しまして、お次は譲ってくれてますダブル案件です。1店舗目がびっくりドンキー船橋芝山店さん。こんにちは、ウーバーです。ダブルピックの2店舗目が米田コーヒー船橋芝山店さんです。まもなく到着。こんにちは、ウーバーです。はい、ダブルピック完了しました。今回のオファー最初数字見た時に1275って書いてあったんでね、結構高額オファー来たかと思ったんですけど、細かいとこ見てみたら総移動距離8キロの船橋市宮本行き41分で1275円ということで、大騒ぎするような金額ではありませんでした。ただまあそれなりの金額出してくれてるというのと、ここは地元なんでね、地元の4時台そうそうたくさんなるものでもないんで喜んで行っちゃおうかなっていう感じです。ちなみに1件目のお届け先郵便番号案件です。プラス100円の追加オファー、まあ行っちゃいましょうか。4時54分ダブル配達完了しまして、お次譲ってくれてます。まず最初になってくれたのがモスバーガー東船橋駅前店さん、その後追加オファーも受けてます、キッチンオリジン東船橋店さんです。はい、そうです、ありがとうございます、お預かりします。こんばんは、ウーバーです。ダブルピック完了しました。最終お届け先は船橋市二宮で、今回受けてる追加オファーの方キッチンオリジンさんの方の案件なんですが、報酬わずかプラス100円ということでね、そういう100円なんていうの取るなよと言われてしまいそうですよね。安いオファー受けるやつがいるからウーバーさん調子に乗るんじゃないかと言われてしまいそうなんですが、まあわずかプラス3分であれば100円でも価値があるのかなっていうのが一つ、それとね正直件数欲しいんですよ今週。先ほどのウーバーさんのダブル配達完了して1分待たないくらいですぐになってくれました。次は出前館で某安楽亭さんです。ちょっと前にねウーバーさんの件数欲しいって言ってなかったっけって話なんですけども、脊髄反射的に取ってしまいました。ニッカルビデント、はい、ありがとうございます、お預かりします。
安楽亭さんのピックアップ完了した直後にもう一回追加オファー出前館の方で入りまして、最近の出前館では珍しい PPDD の形になりました。追加オファー受けたのが某とんかつ新宿サボテンさん。今商品ができたお知らせも入りました。ありがとうございます。こんばんは、出前館です。はい、出前館のダブルピック完了しました。でね、ウーバーさんの件数欲しい欲しい言いながら、なんで追加オファー出前館受けてんのって話なんですけどね、今回の案件久しぶりの PPDD、 しかもね、綺麗に額に入れて飾りたいくらい綺麗に一直線に並んでる PPDD ダブルだったということで、しかもね、報酬まるまるウーバーさんと違ってもらえますから、まあこれは言っちゃいましょうということで、なるね。はい、出前館の美味しいダブル配達完了しまして、時刻がちょうど6時台に入ったところでもって、また次出前館じずってくれて思わず撮ってしまいました。某マクドナルドさん、うん、学習できない男、ウーバーさんの件数どうすんだろうっていう感じですが、はい、配達完了しまして、次も出前館取ってしまいました。某すき家さんです。うん、件数減らす気ないのかなって、いや本当に件数減らしたいんですけどね、ウーバーさんの。こんばんは、出前館です。はい、ちょっと待って、ウーム、また取ってしまった。はい、配達完了しまして、次も取ってしまいました。出前館で某マクドナルドさんです。週末のウーバーさんにしわ寄せ行っちゃうのは分かってはいるんですけどね、ついついなってくれると喜んで取ってしまうようなところがあるというか、問題をついつい先延ばしにしてしまう癖があるというか、うん、ダメ人間的な感じですかね。こんばんは、出前館です。ちょっと遠いね。行っちゃうけど、配達完了しまして、お次も出前館がじゅずってくれました。某カツアンさんです。まあね、本当にウーバーさんの件数欲しいんですけど、また週末頑張ればいいさみたいな感じもありまして、なってくれてる出前館喜んで行っちゃってるところはあるんですけれども、ウーバーさんどれぐらいまずいかと言いますと、もう大晦日から本当にずっと仕事続いちゃってまして、年明けてからでも今日がようやく2日目のお休みかな。今週も結局夜勤が続いてからの昨日意味不明なロングの日勤が入ってまして、昨日は朝9時から結局日付変わるギリギリまで拘束されて、その後0時から1時間出前館やったような状態なんで、月火水昨日までの3日間でウーバーさんたったの20回しか乗ってないんですよね。で、ひまたぎクエストカンクリ目指すとすると残り120回が今日のスタート時点であったということで、うん、なるべく件数削りたいなとは思っていたんですけど、ただね、やっぱ今週ハズレクエストだっていうのもありまして、そういえば言ってなかったですね、ハズレクエストなんですよ。140回でまあ合計14,000円、悪くはないんですけどね、やっぱちょっと気持ちが乗らない、そんなところもあります。チャミカレーと彩りキャベツ、はい、はい、そうです。お願いいたします。はい、ありがとうございます。お預かりします。ありがとうございました。7時11分、カツアンさんの配達完了しまして、ここでようやく鳴りやみました。ということで、ウーバーさんもオンライン。しかし、出前館よく鳴り続けてくれましたね。ずっとじゅずってくれておりました。10分ほど間が来ましたが、また先になってくれたのは出前館の方です。某四六時中さん、もう開き直って出前館どんどん行っちゃいます。営業時間拡大記念大サービスですね。こんばんは、出前館です。
またなってる。はい、お次も出前館です。某マクドナルドさん、地元の出前館こんなになるもんだったっけ。はい、お待たせいたしました、はい、品物になります。ありがとうございます。お預かりします。まだ行く。はい、配達完了直後、またまた出前館です。すかさずなってくれました。ボースキヤさん、行ってきます。こんばんは、出前館です。実に久しぶりにウーバーさんが鳴ってくれました。8時20分です。当然ウーバーさんお得意のダブル案件です。1店舗目、ゴンチャイオンモール八千代緑ヶ丘店さん。2店舗目が香港亭さんです。こんばんは。ウーバーです。お願いします。2店舗目の香港亭さんは隣の建物、公園都市プラザ内にあるので、ここは徒歩で向かいます。到着。はい、そうです。ありがとうございます。お預かりします。8時45分ゴンチャさんと香港店さんのダブル配達完了しました。で、今日の配達はここで終了します。この後ちょっと約束がありますので、というわけで簡単に結果発表いきたいと思います。オンライン時間は0時から1時までの配達を加えて、途中の休憩時間を除くと11時間45分です。走行距離143キロ、出前館15件も乗れてます。売上約11,300円です。 Uber Eats が21件で売上11,000飛んで90円ということで、両方合わせるとだいたい22,300円くらいという形になりました。結構いい金額いってますね。さて、今日はどうでしたかね。地元とは思えないほど出前館が良くなってくれたんですが、なんかキャンペーンでもやってるんでしょうか、よく知りませんが、とりあえず寒かったんでね、その辺で注文が多かったのかなという気がします。朝始める前にバイクのメーターパネルのところ霜が降りてるというか凍りついてるというか、はい、だいぶ曇ったりしてたんで、うん、寒いな今日はっていう風にそれ見ても思ったりはしたんですけれども、明日以降も結構寒くなってくれるのかな、なってくれるのかな。とりあえずね、ウーバーさんの方そろそろまた忠誠を誓わなきゃいけないんで、明日以降頑張っていきたいと思います。ただ明日はね、仕事あります。また珍しく日勤ですね。朝は8時半くらいまで稼働しようと思えばできます。夜はね、7時くらいからだったら稼働できるかな。とりあえず日またぎクエストまだ諦めてはないんで、頑張ってやってみようかと思います。でもって日またぎクエストがあと何回残ってるかと言いますと、140回の缶クリまで残り99残ってますね。金土日3日間で99。明日は仕事ありますけど、土曜日はフル稼働できます。日曜日も夜勤前に頑張ってやろうと思えばできるといったところで、例によってあがいていきたいと思っております。ということで今日はここまでですね。でこの後ね、いい約束ありますよ。僕もね、仕事と配達と動画編集と睡眠以外にもたまには別のことやります。ちょっとお酒飲んできます、女の子と。